それでは小林義行さんからご来場の皆様へメッセージを頂戴しましょう。小林義行さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。このような盛大な形で引退セレモニーをしていただけるなんて夢にも思ってなかったので、今本当に幸せな気持ちです。ですがこの挨拶をしている場所にもう二度と、戻ってこれないんだと寂しい気持ちもふつふつと出てきています。プロとして14年間やってきましたが、その間に様々なことがありました。もちろん先ほど紹介されたようにタイトルを取ることもできました。 J2 合格も経験しました。まあその中で14年のキャリアの中、15人、6人の監督のもと300試合以上出れたのはちょっとした誇りです。シーズン9月トレーニング中に右膝を怪我しまして、治療リハビリと続けてきましたが、なかなか良くならずに、みんなとトレーニングすることもできずにシーズンが終わってしまいました。まあ今の状況としても膝の状況は選手生活を続けていくことは困難なので、自分の中ではもう仕方ないなと、まあ、これはサッカーの神様が次のステップに進めと言ってるんだなと受け止めています。まあ新しく自分自身の指導者としての目標もできたので、そこを目指してできればまた皆さんの前で仕事している姿を見てもらえるような立場に、新潟サポーターの皆さん、3年間という期間でしたけれども、皆さんのサポートのおかげで本当に幸せな時間を過ごすことができました。ありがとうございました。サポーターの皆さん、あまり縁はなかったですけれども樋口さんが監督なので応援しています。開幕6連勝ということですごいなと思いますけれども、シーズン長いのでそろそろ今日あたり一休みしていただいて、よろしくお願いします。最後になりましたけれども、14年間